覚えてるか、ガキの頃にここで話したこと。ああ、あの時は正直冗談かと思ったがな。ひどいやつぞ。俺は冗談であんなことを言うような性格ではない。しかしまあ、本当におかしなやつだったよ。お前は子供のために学校を作り、兄弟が死なない里を作るだったが。うん。自分がガキのくせに大きなことを言いやがると思ったが、うん、悪くない夢だった。俺の描いていた夢と同じだった。だからこそ俺はお前と共にここにいる。だな。この葉隠れの里か。今の俺にとってこの里は守るべき大切なものとなった。ふん。ところで、火影就任の件は考えてくれたか。何？あれはマジな話だったのか。てっきり冗談だと思って流していたが。何を言ってる。俺は本気ぞ。火影役にはお前が適任。これからは里の長として皆を導いてもらう。そして里の象徴としてこの崖にお前の顔を彫るのだ。いや待て、そういうのは俺らしくない。お前の意思は関係ない。せいぜい恥ずかしがるがよい。てめえ、半分嫌がらせじゃねえか。随分と様になってるじゃないか。その服も。この服は本来ならお前のものだ。俺は今でもお前こそが火影にふさわしいと思っている。違うな。ことは民主的に決まったことだ。民はお前を選んだ。お前が火影だ。まだら。この石碑、これは内派に代々伝わる石碑。解読するには動力が必要な特別な読み物だ。今俺が解読できるところまでにこう書いてある。一つの神が安定を求め、陰と陽に分極した。相反する二つは作用し合い、神羅万象を得る。つまり相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると歌っている。だが別の捉え方もできる。ん？まあいい。今のお前に話しても無駄なこと。どういうことだ？柱間、俺は里を抜ける。お前とはここまでだ。あ、なぜ？この里に誰も味方はいない。誰も俺を認めない。俺はお前なしではやれない。火影の右腕として、兄弟として協力してくれ。いずれ民もお前の良さに気づく。その時、二代目火影として。お前の後、おそらく扉間が火影となろう。そうなれば内派はいずれ消されていく。それが分かっていて、里を出るよう内派の他の者に声をかけたが、これ以上は無理だ。俺は里を出ていく。俺は別の道を見つけた。待て、今は皆がお前を誤解しているだけだ。現実をどう捉えるかだ。ただ卑屈なのはやめにしよう。この世はただの余興と見る方がまだ健全だ。おい、俺の話を聞いてるのか。俺と対等に争えるのはお前だけだ。まだ本当の夢への道へ行くまでの間、お前との戦いを楽しむさ。
本当の夢とは何なのだ。なぜ何も教えてくれない。ホカゲ様、何事だ。うちはマダラが木の葉に。そうか、戻ってきてくれたか。木の葉隠れに謀反、先遣隊は全滅、第二陣第三陣を送っていますが、すでに被害甚大との報告が。住民たちの避難は進めておりますが、いかんせんマダラの進行を止められません。ホカゲ様、いかがなさいますか。ホカゲ様、何を言ってる。何を。マダラ、この里は俺たちが作った里ぞ。なのになぜ。ダメだ、わからぬ。お前の考えがもう何も。思惑と野望が闇夜の中に渦巻いていた。かつての思いはもはや枯れ果てたのか。その先に待つものは絶望だけか。果たして言い知れぬ痛みを胸に、千住柱間は友へと挑んだ。深淵にただ一寸の希望があることを信じて。さて、ここからは二手に分かれる。みんな、頑張るんだよ。三。港と離れたカカシたちは一路、目的地カンナビ峡を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後、ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む3人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン、こいつは預からせてもらう。リンに何をした。安心しろ、ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ。カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ。カカシ、二人でこのまま任務を続行する。なんだと。お前何言ってんのか、自分で分かってんのか。ああ、リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対、それが掟だ。掟だ。今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた。大切な仲間だろうが。それがリンの任務でもあった。もういい。お前と俺とは元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに、忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。
この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で大したことだ。しかし度胸があったとしてもどうにもならないものだ。今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで。霊災隠れの術。残念だが。まだ腕が震え上がる。恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。もう少し、もう少しでリンボ。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな、お前は。貴様ごときに本気を出しているとでも。どうやらお前を過小評価していたようだな。遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイザン。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。オビト、リンは無事なのか。現実にかかっちまってんだ。だからまず俺たちを倒さないといけないってわけだ。状況は単純だろう。ここは俺が。甘いね。しかしこの方は随分と人手不足みてえだな。おい、てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて正気じゃないぞ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。関連システムがあんたのそれとは運命の差ってことだ。自治を出すなんてねえわ。忍法か。体格での実戦。ここは俺だ。そいはっ。相手だからどうせ気を抜くな。
ちょっと油断しただけだ。とはいえこいつら本当にただの鍵じゃねえな。忍法迷彩隠れの術。遅い。やっぱ手ごわいな。カカシン大丈夫だ、この程度。オンド、じゃあな。カカシン、死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。死ね。
経験の浅いやつなんだ。助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、木の葉のガキども。ドトン、岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。大丈夫か、リン、カカシ、オビタ！クソ！やめろ、いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！いや、そんな、どうして？俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや、忘れてたぜ。あれ、お前に上人祝いのプレゼントやってなかったな、カカシ。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ、役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。
しい。リンを連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け。リン、ドトン熱度転生。リン、早く捕まれ。仲良くなれたのにな。リンには結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかったな。オビト。リンを頼めて。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の術式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。リンは、リンはどこなんです。間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦い。その日、木ノ葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。